にしたいよ。ということで、球場にお越しの皆さん、おはようございます。わー、元気いっぱい、ありがとうございます。あ、ありがとう。ちょっとね、落ちたね、これ大事なやつだからね。これから紹介していきますけども、はい、今日も元気いっぱいここのね、ステージでスタートしたいと思います。皆さんと盛り上がっていきますよ。 MC のゆうです、よろしくお願いします。さあ、そしていつも M スプラッシュが来てくれてますが、今日は誰が来てくれたんでしょうか。はい、ご紹介お願いします。はい、 M スプラッシュ7年目のまなみです。よろしくお願いします。はい、まなみ、よろしくお願いします。まなみ、ここに来てくれた M スプラッシュに毎回何担当なんですかってよく聞いてるんですけど、まなみは何担当なんですか。まあ、皆さんもお気づきだと思うんですけど、清楚で、おしとやか担当です。 OK です。清楚でおしとやかといえばまなみということでね、はい、皆さんハッシュタグつけて投稿してください。よろしくお願いします。後ろで違うよって声が聞こえてますけどね。そんなことないですよ。清楚でおしとやかですよね、皆さん。ほらほら、反応バッチリ来てます。まあ、ここでもうステージ始まりましたけど、まあ、皆さんたくさん来てくれてます。今日盛り上がる準備バッチリだと思いますけど、オープニング MC 石山奈美と盛り上げていきたいと思います。今日はなんとイベント盛りだくさんなんですよね。はい、盛りだくさんです。はい、で昨日はまあ残念ながら試合となりましたが、今日はねバッチリの試合となると思います。先週素晴らしい試合ありましたね。あの投手が伝説を作ってくれました。はい、あの投手が、あの投手、そしてその人が今日先発投手ということで、はい、ズバリ誰ですか。佐々木朗希投手です。アクション。そうです、佐々木投手、あの前人未到ですね。すごい記録が目白押しで、も皆さんもあの現地で見てた方、あ、やっぱいる。あの瞬間すごかったですよね。球場の熱量はすごいものがありました。まなみ、どんな記録が出たか知ってますか。いっぱい出ましたね。いっぱい出ましたよ。いっぱい出ましたね。まず1つ目、三振でいきましょうか。三振記録が2つあります、はい、13者連続奪三振、うん、大正解、新記録出ましたね。13者連続、はいはい、もう1個三振の記録あります。これはオリックスの野田選手が昔作りました。もう1個三振の記録、はい、これは何でしょう。1試合で19三振も取りましたね。大正解です、はい、13者連続奪三振と19トータルでね、奪三振取りました。そしてそれにくっついてすんごい記録つきましたね。これは何ですか。完全試合が見られましたね。はい、完全試合が出ました。もう佐々木投手、ここであんまりなんかポップに言うことじゃないですからね、はい、あの内容が非常に面白いもので、球史に残る記録を作ってくれました。その記録として今日先発投手となっております。さあ、そして、今日から佐々木朗希投手完全試合記念企画をこの球場で実施していきます。まずはですね、まなみから紹介してもらいましょう。こちら持っているのはこちらですね、マリーンズオリジナルタブロイド紙ザ・ストライプボリューム1をこれから皆さんに各入場ゲートでお配りしていきます。こちらのザ・ストライプは今シーズン創刊のマリーンズ情報誌です。創刊号となる今回は佐々木朗希投手の特別号となっています。完全試合達成者の写真やコラムが盛り込まれたファンの皆さん必見のアイテムとなっておりますので、こちら要チェックです。そして真ん中のページ見てみるかな。はい、こちら今めくってくれてます。こちら、はい、少々お待ちください。はい、出ました。これでっかく K と書いてあります。 K って皆さんご存知ですか。もちろんですよね。三振です。三振の K ですね、はい、三振を取った際にはこちらの K を皆さんで一緒に掲げてくださいということで、試合中も練習をするので半分に折って、三振を取った時、僕がストライクアウトって言うんですけど、それに合わせてぜひ皆さんもストライクアウトってこうやって掲げてください。でそうすると、まあ、球場中みんなで三振を取ったっていうのを後押しするので、球場の雰囲気一緒に作っていきましょう。よろしくお願いします。さあ、そして続いてはマリーンズ公式 LINE 企画もやっております。 LINE のマリーンズ公式アカウントを友達登録した上で、トーク画面で佐々木朗希投手のフルネームを漢字で送信すると、完全記録達成記念画像が漏れなくプレゼントされます。試合前や試合中もビジョンで QR コードを表示してますので、そちらも合わせてご確認ください。これもゲットした人いますか。あ、いるいる、ちらほらいます。
QR コードを読み取ってぜひですね、ゲットしてください。漢字間違わないようにね、朗らかな希望と書いてロークスの推しですから、はい、はい、こちら忘れないようによろしくお願いします。球場正面横と柱番号12番13番の間に完全試合記念パネルを用意しております。こちらも新しくなってますが、昨日から登場したのかな、昨日の夜スタッフさんが仕込んでました。でっかいパネル向こう側ですね、出てるのでぜひ写真撮ってください。そういうポーズがね、背面がかっこいいですよね。ですね、グローブをこう片手にガッと背面で撮ってますが、こちらも一緒に皆さん写真を撮ってください。よろしくお願いします。そうですね、まだまだあるんですよ。今日はいろんなことがあるんです。イベントがたくさんありまして、次のトピックね、参りましょう。本日は ZOZO マリンスタジアムではスペシャルイベントオールフォー千葉を開催しています。千葉移転30周年の節目を迎える今年はホームタウン千葉県のために戦うというコンセプトを様にオールフォー千葉リニューアルしています。マラミは出身はどこですか？千葉県千葉市出身です。ということはもうまさにど真ん中ということですね。はい、ZOZO マリンスタジアムと同じく同郷です。同郷、同じ地域でね、はい、暮らしてきたということで、じゃあおすすめスポットはどこかありますか、千葉市は？もちろんここ ZOZO マリンスタジアムがおすすめポイントです。私も小さい頃から野球観戦に来ていたので、思い出の場所でもあります。なるほど。じゃあ、まあそういった方がたくさんいると思うので、この球場でみんなで一体となるところがやっぱり私のふるさとってことでいいですね。はい、はい、ということで、皆さんにお配りしている、配ってはいないんですね、パーカー付きチケット配ってるんですけど、はい、今日は皆さんこちら来てくださってますか？このグレーのユニフォームですね、こちらはリニューアルしました。マナミも来てくれてますが、はい、こちらのユニフォームのデザインは、去年までは赤でしたよね、はい、サンライズレッドのユニフォームでしたね、はい、でリニューアルしましたが、今回のこのグレーの特徴を教えてください。おすすめポイントでもいいですか？おすすめポイントでいいです、はい、今までロゴが千葉って千葉ユニフォームっていうだけ千葉って書いてあったんですけど、今回この新しいロゴなんですね、 CLN、 これが結構スタイリッシュで私が好きなポイントです。はい、昔のね CLM の文字を少しリニューアルした感じになってますよね。このロゴが違うのとか、あとワッペンが違う、この30周年を記念したこのワッペンもとても可愛くてお気に入りポイント、おすすめポイントです。じゃあ今日はオールフォー千葉で戦っていくわけなので、こちらをぜひ皆さんで一緒に来てね、応援をしてほしいと思います。はい、よろしくお願いいたします。そして本日はグッズ付きチケットの、販売もしておりました。でグッズ付きチケットお持ちの方にこちら CLM パーカー、こちらお配りしています。高身長担当のね南が来てくれました、はい、でこちら、手を挙げてくれてます、はい、皆さん、あ、今ですね、前にも来ている方がいるし、こちら CLM パーカー付きチケットを持っている方はこちら、ゲットしてください。よろしくお願いします。さあ、まだまだ情報盛りだくさんということで、まなみまだありますね。まだありますね、はい、ダンス私が持ちきれてないですけどもはい、まだあります。じゃあその新聞だけもらっちゃおうかな。新聞だけもらって、はい、じゃあ紹介次はしてもらいましょう。本日は日頃熱い線を送っていただいているファンの皆様に感謝の気持ちを込めて100人に1人当選する大抽選会 ZOZO マリンくじを開催します。イエーイ、楽しみです。これね、本当すごい内容になってるんですよ。これね、びっくりします。こんなのあっていいのっていうような内容になってますよ。これは各入場ゲートでお配りします。くじには抽選番号が記載されています。この右下に抽選番号が書いてあります。これすごいすごいものが当たるので、皆さんここの番号を絶対なくさないように保管しておいてください。気になる商品ですが、豪華商品どんなものがあるのか、学び教えてくれますか？はい、まず試合前の贈呈セレモニーや、ファーストピッチセレモニーへの参加券、そしてマリーンズドリームサルーンと呼ばれる VIP 席へのアップグレード券、そして選手直筆のサイン入りグッズなどなど、この他にも豪華商品が盛りだくさんですので、皆さん楽しみにしていてください。本当すごいですよね。いや、本当に盛りだくさん、こんなにいいのかってくらいですよね。マリーンズドリームサルーンっていうのは、はい、普段販売をしていないシートになっているので、そうですね、なんかかっこいい室内になっていると聞いたんですけど、はい、ウッドテイスト の、 シックというんでしょうか、かっこいい感じですか、かっこいい落ち着きのあるお部屋
ですね。だこれはアップデートっていうことですよね。はい、なので今日試合を外野で見ている方にも当選番号が当たるチャンスがありました。もし当たったらその場でそっちの、VIP の部屋にアップグレードできるよっていうものすごいチケットになっているので、皆さん抽選番号絶対なくさないようにお願いいたします。でなんかちょっと小細工があるんですよね、ゾザさんらしい。そうなんですよ、メッセージがここに左側にあるんですけどね。はいはい、なんか 横に読んでいくものですよね、もともとは。ここにメッセージが書いてあるんですけど、これを縦読みすると、なんて書いてあるんですか。見せますか、お楽しみにしときます。内緒にしといた方がいいのかな、どうなんだろう。ちょっとなんか少しメッセージがね、はい、書いてあるということで、はい、今日の試合ならではのメッセージが、抽選番号の裏側の縦読みしてみたらなんか読めるっていうものもあるみたいなんで、皆さんこちらも楽しみにしておいてください。この後ぜひ見つけてみてください。はい、で抽選番号右下に書いてありますが、当選発表はマリンビジョンにて、1時10分頃から試合中5回裏終了後まで合計6回行いますので、皆さんなくさないようにお願いいたします。公式ツイッターやマリンズカスタマーセンターにも当選番号を掲示しております。そちらも合わせてご確認ください。さあ盛りだくさんでいろいろインフォメーションしてきましたが、皆さんお待ちかねはやっぱりダンスショーですね。はい、ありがとうございます。ということでこれからもっと盛り上がっていこうということで、Mスプラッシュとマスコットたちに盛り上げてもらいたいと思います。これからダンスショー入りますか、皆さん盛り上がる準備はできてますか。拍手、もうちょっと聞こえると思うんでね、皆さん盛り上がる準備できてますか。素晴らしい、ありがとうございます。じゃあダンスショー開始まで今しばらくお待ちください。今日はまなみとオープニング MC のコーナーをお届けしました。もうしばらくお待ちください。ありがとうございました。